フルーツの形をしたマルチパンマルトラーナのマルチパンマルチパンまたはマジパンは砂糖とアーモンドをひいて練り合わせたあんのような食感と独特の風味がある洋菓子スペインのトレドやラリオ派ドイツのリューベックやシチリアのパレルモの名物として知られる本来のスペイン語により近い読みはマサパンであるドイツ語ではマルチパンというイタリアではマルツァパーネまたは パスタレアーレという。フランス語ではマスパン、またはパトダマンド、英語ではマージパン、ポルトガル語ではマサパンという。日本ではドイツ語読みが由来のマルチパンと英語読みが由来のマジパンの両方が普及しているが、現在のところは、後者マルチパンの語源はアーモンドを粉砕し砂糖と混合したマサという説とアラビア語のマンサバンに由来する説の二つがある。 パンという表現から小麦粉や卵を使っているものと誤解されがちだが、それらの材料は一切使用されない。マルチパンは中世にアーモンドと砂糖が手に入りやすくなった中東で発明されたようである。10世紀のアッバース朝時代にはアーモンドをひいてシロップに加えて煮詰め、いろいろな形に成形したロージナージュやビースという歌詞があり、春場の一種として親しまれていた。 ヨーロッパにはトルコ人によって東ヨーロッパ経由でドイツのバルト海沿岸に伝わったルートと南からアンダルスやシチリアに伝わったルートの二つが挙げられたことがある。中世ヨーロッパでは貴族の宴会でマルチパンが食べられていた。とはいえ、おそらくマルチパンの起源は古代にリシア原産のアーモンドと蜂蜜で作られたデザートだと考えられる。ドイツでは1407年に リューベックが基金に陥った際、資産次会がパン職人に市の倉庫に大量に眠っているアーモンドを使って何か食べるものを作ってほしいと依頼して作らせたのが起源と伝えられている。現在では視聴者近くのカフェニーダーエーカーがマルチパンの店としてドイツ全土にその名を轟かせている。シチリアではマルトラーナ教会の修道院で教会を復活祭の折に訪問した。 大司教を驚かせるために果物そっくりの形をしたマルチパンが発明されたと言われている。このため別名を振るったびマルトラーナという。このほか、スペインのトレドやポルトガルのアルガルベ地方もマルチパンで有名である。大きめで手の込んだマルチパンは贈り物や祝い品に重宝されるマルチパンは様々な形に造形して着色した一口大のものが一般的である。 果物や野菜の形をしたものが多く、その他にも動物や人物などいろいろなものがある。鮮やかに着色されているので、店先では菓子というより、ままごと遊びの玩具のように見える。モーツァルト・クーゲルのようなチョコレートやシュトレンの中の詰め物に使ったり、薄く伸ばしてアイシングやクリームの代わりにケーキのデコレーションに使うこともある。ドイツの伝統的なウェディングケーキや、 クリスマスケーキはこのマルチパンを使ったデコレーションケーキが使われる。スウェーデンのプリンセスケーキも薄く伸ばしたマルチパンで覆われる。ドイツでは祝い品として使われることも多く、有名なのは紙製の金貨を加えた豚をかたどったグリュックシュバインである。オーストリアやドイツの一部地域などでは大晦日にこれを贈り合う習慣がある。イタリアのシチリアなどでは復活祭に 子羊の形のマルチパンを食べる習慣がある。また、復活祭に、シチリアの女性は婚約者に、ハート型のマルチパンを贈る。マザパン、S、マザパン、エルドゥルセデナビダ。2019年4月27日閲覧。キャロルフィールド、セレブレーティングイタリー、ハーパーペレニアル、1997年。418ページ。ありがとうございます。